創価学会の遠山清彦の性欲事件で山口夏男がわざと虚偽説明をしました。山口の虚偽説明を聞いてください。山口夏男、レイス、遠山清彦は犯人じゃないんです。毎日のお勤めをしただけなんです。山口夏男、レイス、銀座の高級バーと言いますが、中身は仏壇なんです。山口夏男、レイス、高級バーのドアを開けて入ってください。ほらね。皆さん、山口夏男は仏壇の裏の部屋の遠山清彦の隠れた実態を隠したんです。遠山清彦とその実態は追って明らかにしていきますね。